れですか、まだ何人か。じゃあ何ですか、あと7人、あと7人、あと7人もいる。いろいろ買ってったらなんかご褒美もらえる。いいいいいい、もういいもういい来てくれてんだよ。すいません、やりましょう。じゃあでもよかった、いやーほっとした。あ、どうぞどうぞ、いらっしゃい。ありがとうございます、ね。あー、ということで待ってくれてますね、はい、ありがとうございます。リングネームお願いします。古川さん。古川さん、まさかの本名パティンでございます、どちらと戦いたいでしょう。本田ね。本田、今日はご指名が多い、よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっとね、記録を伸ばそうぜ。伸ばしましょう。また色を変える。うわ、 DJ じゃん。 DJ も強キャラですからね、なかなか強いですよ。うまいな。うまい。堅実。うわー、入んない。さあさあさあ、うわあれあれ、鬼強いんだけど、何も当たってないよ。ワンチャンあるよ。うわあ、まあまあまあ、入るのそれ、百列に入るの、おかしくね。よいしょ、近づいたら勝てるぞ俺は。うわ、飛び越せない。本田は俺があるんですな。お、いけるいける。わー、わー、綺麗に削られた。やられたよ、うまい。一本取ったんだけどな。強いよ。ありがとうございました。シールあげます。辛さでなんとか。いやいやいや、でも上手、対策バッチリでしたねこれ強いですね。あれ、頭突き返すんですね。あら、バンネム特製の起き上がりの確率、あれソバットで返せるんですね。知らなかった。あ、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうございます。進めてね。ありがとう。ありがとうございました。強かった。なんだよ、強えよ。さあ、続いては誰でしょう。どうぞ。お、ほら、このカラー珍しい無敵時間だよ。無敵時間カラー、ありがとう。無敵時間一問から。今日は無敵時間のシャツがいっぱい売れております。はい、ございます。リングネームの方お願いします。あ、イタジと申します。はい、イタジと申します。イタジさん、イタジさん、イタを一時を合体したいみたいな感じ。イタジさん、イタジさん、はい、フュージョンしたでよろしいですね。はい、ありがとうございます。もう長いんですか、歴は。もう、ストツ自体は20年ぐらい。うわ、もう歴戦の猛者でございます。では今日どちらと戦いましょう。あ、こっちで選ぶんですか。こちらでいいです。ちょっとでも楽な方っていうことで、矢野さんの方で。あ、竜の方でですか。竜の方が楽なんだ。あ、なるほど。今日本田おすすめですけどいいですか。いいです。いや、ちょっとまあ、はやさん、よろしくお願いします。進めなくて。じゃあ竜対キャミお願いします。おキャミ、減る。うわ、減るな、なんだよそれ。うまい。うわ、なんだよそれ。うわ、見ちゃう。見ちゃう。早っ。強っ。うわ。何もできねえ。おい、うわー、強い。
次行こう大丈夫、次行こう。話す。いや、強い。強いんだから、もう。緊張しますけど。お強いんだから、もう本当に。ありがとうございます。番組のチャンネル登録お願いします。はい。ぜひ。自分と僕が戦ったシーンもアップされると思うんで、はい、そこ、高評価お願いします、ね。自分が勝ったんですから、はい、いいねと高評価をお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。またお願いします。さあ、続いて、どうぞ。あら、いらっしゃいませ。やってまいりました。リングネームをどうぞ。ドリルって言います。ドリルさん。ドリルさん。ドリニー。はい、誰しも。サードやってるんですよ。はい、スリーサード。はい、サード勢から。僕の常連なんで、はい、西野さんと知り合いなんで、じゃあもう、まあ、ぜひよかったら出てって。 X もでもやってます。いや、もう全然やってない。チャンス。だから、俺だから、ここに来て俺大丈夫かなと思って。ドリルってことはダルシム使うんですよね。ガイル。古代よりのガイル使います。うわー、強いよこれ。どちらと戦いますか。あ、どっちでしょう。本田か龍華になります。はい、どっちか選んでください。龍華。わかりました。ガイル。今日ガイル多いな俺。よろしくお願いします。ガイルハンター。くっそー。ちょっとでも練習してやる。なんで出ねえ、勝利権がよ。おい、ナイス。うまい、うまい、うまい。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。悪いの出てる、悪いの。さあ、今のはな。はい、いいよ。うまい。おお。うまい。さあ。なんで飛んじゃったんだ今。真空でよかったのか。そうだな、バカチンガー。お、うまい。おいし。惜しいよ、いいよ。抜けるね。惜しい。うまい。タケコプター、タケコプター。めちゃめちゃ現金じゃん。いい。ありがとうございました。いや、いい勝負だった。いい勝負ですね。ありがとうございました。いい勝負でした。いい感じに。よかった。いい感じに。すいません。はい、ありがとうございました。ナイスファイトショット、矢野さんからどうぞ。そうです。僕らの YouTube チャンネルのシールです。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。ぜひぜひ。ありがとうございます。いや、よかったよ。かっこよかった。何をブツブツ言って。かっこよかった。え、あとは？あ、じゃあ、あと勝てば、連続で。いや、私です。おぉ、世界チャンピオンだ。チャンプ。このゲームも世界王者なんです。え、黙っていてすいませんでした。嘘です。嘘かい。どっちどっち。真に受けないでください。嘘です。超初心者です。ほんとどっちどっち。超弱いっす。ほんとかな。かご紹介しましょう、ガローデンスペシャル元世界チャンピオン。元です。元世界王です。ゲーム、ゲーム世界王です。いや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 、いやもうほんと強い。いやー、よさくさんですね。よさくさん。え、スポーツ X もやられてますよね。ちょっと軽く、軽く、ね、もうみんなそういう小学生の時にちょっとやってたくらいで。いやいやいや、恐ろしい。まあ、いや二十何年ぶりですね、このゲームやると。ほんとに。さあ、ということで、与作さん、誰と戦いますか。お任せで、どちらか。いや、もう選んでください、本当に。さっき、矢野さんと選んで、この小説さんも。あ、なんで。ありがとうございます。くぅー。じゃあ、お願いします。お願いします。このまま僕はディフェンディングになりますんで。ディフェンディング。うわ、フォーク。うわ、うまいぞ、これ。
勝ちたいな、これ。俺攻めないってよかった、待てばよかった。やっちゃったよ、もう。今情報聞いてきました。どうしました？めちゃめちゃ強いそうです。嘘でしょ。折り返しました。あ、すごい、1-1だ。ほら、いける、いける。溜まってる、溜まってるよ。怖いんだよこれが。オラーオラー、いやー、ありました。いや、ちょっとね、1戦目で2回転食らったから、もう塩でいこうと。うますぎるから吸われちゃうから。俺もぐるぐる回すしか考えてなかったんで。お母さん、でも小学校の時からやってないですもんね。そうですね、もう二十何年ぶりでやって、ね、あっちの人に聞いてきたんですよ、はい、与作さんどうなんすか、はい、与作さんめっちゃ強いですよ。おっと、与作さんちょっとめちゃめちゃやってんじゃないですか。今日も7回ぐらいやりました。じゃあ、罰として10人に広めてください。了解です、カメラさん。ありがとうございます。またお願いします。いや、よかった。ちなみに私が一番最初にガイルにボコられたじゃないですか。あの方、青津さんって言って、はい、ガイル界のレジェンドだそうです。それは勝てねえよ。じゃあ普通に青津って調べたら YouTube 出てくるレベルなんですよね。山ほど出てくる。普通さ、はい、ああいうゲーム動画って顔出ないじゃん。あとさっきのサガットでコニーさんに勝ちましたよね、うん、あっちって聞いてきたら、はい、あれはサガット使いで相当な方だから、勝った小鉄さんはもう褒めるしかない。あ、俺読んでたもん全部。いや、すごかったですよ。ほら、強いでしょノーモーション。ちょっと篠本田さん、今度から事前情報。確かに怖いんですよ。怖い怖い、後から知るのが怖いんです。あ、そうなんだ、はい、でもあと3つだ。よし、ということで続いての方どうぞ。どうぞ。いや、ちょっとガエルですよね。いや、ガロスペ、ガロスペで僕が、あ、ガロスペ、そうだそうだ、はい、選んでもらいましょう、どっちで。わかりました、よろしくお願いします。ちょっとでも早く練習してやる。ちょっとでも早く、ちょっとでも練習してやる。コマンド練習、コマンド練習、めちゃめちゃ練習してやるよ。温めるぜ。波動拳3発ぐらい出してやるよ。波動拳1発、おい、2発、いや、入ってこいよ。入ってこいよ。いや、今日ザンギばっかり。そうだね、狙われてるよ。ザンギとガイルばっかり。張り付かれてる、張り付かれてる。うわっ、なりる。おい、うまいよ。塩でいい、塩で。うまいな。おい、ナイスナイスナイス。抜けてんな、ちゃんと。うわ、皆さん知ってます？あれ、2回転コマンドなんですよ。地上で入れてるんですよ、あれ。なんなんだ、みんバケモンばっかりじゃないか、もう。うわうわうわ、いいよ、
うまいね。いいよ、塩でいい、塩で。そうだ、うわすごい。うまろお前。やばいやばいやばい、何しとんのあの人。いや、うまいよ。じゃあ矢野さんの答え合わせのコーナーです。あなたは懺悔会でなかなかの人ですね。なんかタイトルはまあ取ってないですけど、まあ、20年ぐらいやってるんですよ。 X デーなんで。いや声出てないから。いや強かった。いやあのヘッドバットからよく吸いましたね。何やったの。何を確認したの。すごいですね、2回転やったり。すごかった。あんな出せるの。広めてください。またじゃあ応援お願いします。はい、圧倒的じゃないか。おいやむろ、あと2人だ、来いやー。おっと、おはようございます。ご紹介お願いします。リングネームお願いします。A4 と申します。 A4 さんですね。はい、キャラブランカスかブランカスね。あ、初めてだ。シンプルな質問にはいか A で答えてください。A4 さんはめちゃめちゃ強いですよね。はい、まあ、強いです。はい、よろしくお願いします。うちはちゃんとやってるよね。やってる方だよ ね。ぶっちゃけすごい頑張ってるだよね。うん、なんか見てておって思うプレーかなり知ってるので。そうなんだよ、僕らもちゃんとやってんだよ。そうなんですよ。ちょっと今日見ててちょっとかなりちょっと感動してます。でしょ。ありがとうございます。多分僕らが2人ともカツラ取ったらね、白髪になってるから。そうですよ、本当に、はい、明日のジョーと同じだから、頑張ってますよね。じゃあもう僕らの勝ちということで。なんだそれ。はい、どちらの戦いますか。山さんとちょっと分かりました。はい、キャラ何、あ、ブランカ、ブランカ、すいません、ジェノサイドだけやめてください。ほんとに、あ、すごい。ちょっとでも早く練習してやる。波動拳3回ぐらい。おお、やってやるよ。ふざけんじゃねえぞお前、スーパーコンボまでやってやるよ。あの早いよ、入ってくんのが早いよ。ブランカだよ、動け動け、ブランカだよ、動かんのよ。シドリやらんでええねん。うわうわ、回った、うわやべえ、こっちやべえ。あーやべえ。あ、怖い怖い、あ、あ、怖い怖い。おやつ笑ってんぞ。笑ってんぞ。いや強いよ。うまい、いいよ、お前ならいける。おい、うわー、惜しい今の。おーい、見せた見せた。拍手出た、拍手。おい、頑張って、うわー、かまれた。うわ、うまい。怖っ、2回入んの。えぇ、何今の。いやいやいや、ちょっと、あぁ。矢野さんが食べられた、矢野さんが食べられたよ、みんな。食わんで、ちょ、ブランカ。いや、でも、あ、待って待って、いや、でもあの、ねえ、なんか、だから言葉を忘れてしまったようだ。言葉を忘れて。ありがとうございました。いやでもね、でもあの魂こもったの中足真空発動拳、はい、あれびっくりしました。あれ、あ、すいません。いや盛り上がったもんね。おーしたもんね、みんなね。あ、いや、ちょっと自分のかっこいいとこ見せたいかと思った。ちょっといやーすごかったです、本当に。だって俺見てるもん動画で、多分めっちゃその名前。そうだ、残ってるな。背筋が寒くなったってことはそうだもん。そうだ、またお手合わせありがとうございます。また遊んでください。はい、そして、はい、お友達にゲームラボを進めてください。はい、お願いします。もうあの席登録しましたね。ありがとうございます。
あの C4 さんが登録してくれましたよ。あ、 A4 さんね。 A4 さん、すいません、殺して、僕を殺してくださいもん。C、 あたしゃ You win。 あたしゃ、あたしゃ、いやでもジェノサイド使ったからな。あと一人、あと一人、よし、行きましょう。そうだよ、ね、そうだよ、指導さあ、ということで本日は、はい、ロボットさん撮影協力ありがとうございました。星野本田さんあっての企画でございました。本当に今日はありがとうございました。いや、ちょっとということで、はい、今日は誰と戦いますか。深谷場所もしたいので、はい、ポテト屋方と。ありがとうございます。さあ、西野本田さんは今日はあのクロスプレイということでございます。違う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 、そんなふりはしない。違う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 、本当の大一番ですよ。大一番です。本田さんクロスでいいや、僕じゃないです。だって僕、この前のね、XS とも多分負けてますから、僕。そうですね。だからもう本当、ホンダ勢の中でも強い人いっぱいいる。いや、僕弱いです。怖いよね。もう親方の中の親方ですね。ありがとうございます。でもね、勝ってるとこ1個だけあるんですよ。確か。体型だけは本当親方なので。ポンポン。バカ野郎。さあ、今日は本当に最終戦ということで、はい、本当に見物の大一番だと思います。頑張ります。ロボット深谷、親方戦スタートです。お願いします。戦ったことはあるんですか。ありました。勝てないです。今まで。でも今日エモンさんに勝って。超えろ。超えろ。おらー、さあ先生は取ったぞ。下段、さあ下手繰り、うん、うまい。さあ突きで返していった。いいよ、大丈夫、立ってれば膝蹴り。おら、おい、おいぞ、よし、行け。おお、下手繰り、ナイス。篠野さん越えが近いぞ。超えろ。うわ、同点。なんで、頭のぶつかり合いだ。いけるいける。うわうわ、危ねえ、これ。よし、いけるいける、どうする、大事だぞ、ここ。うわー、そうだよ、めびこまれる。うわ、二人とも頑張ってる。よし、安い安い。うわ、うまい。大丈夫よ、まだいける、ワンチャンある、ワンチャン。うわぁ、壁は、壁は高い。ありがとうございます。ごちそう。いけ、おいちょ、そっからノフル、よし、いいぞ、逃すな、逃すな。うわ、やばい、やばい。うわ、うわ、よし、大丈夫、測るわ。わかる、わかる。なに、ベストバウト。うわベストバウトです。超えられなかったよ。本日のベストバウトショーです。もうありがとうございます。最後のあの100巻での抜け合い、はい、旗から見たら何やってるんですかね。あれは高度な攻め合いです。終わった。どうでした、親方。あの、強くなりました。俺強くなりましたかね。いや、強かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、この企画本当にあのたくさんの方集まっていただいたんで、はい、またロボット貸してねっていうことありでしょうか。ちょっと検討して。おい。ありで。ありです。やったー。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、結果でございます。はい、一応ご賞はできましたけども、やっぱりロボットは強かった。バケモンだらけだお。でも7勝したのはどうですか、僕ら。いやいや、すごいです。去年の大会から少しは強くなりました、ね、いやいや、もう強かった。ありがとうございます。ガローがすごかったね。ガローすごかったね。X のガローすごかった。さあ、こんなたくさんあるね、大会今日1日やってきましたけども、矢野さんどうでした。いやー、やっぱりこうやってネット対戦もいいですけど、うん、やっぱこうお店に来て今の技どうやったんですかとか言いながら、みんなであーってやってるこのアーケードゲーム、これこそがやっぱ真髄だと思います。そうだね。もっともっとみんなやっていきましょう。頑張りましょう。さあ、というわけで格闘超人、ゲームオリンピック、超人格闘ゲームオリンピック、第1回記念すべき、はい、これにて閉幕。ありがとうございました。スカイロボットでゲームの楽しさ、奥深さを知るのは君たちの仕事だ。
待ってるぞー。